皆さんこんにちは。双子ソプラノ寮山田姉妹の姉花です。妹レイです。本日もご視聴いただきありがとうございます。本日お聴きいただいた曲は暖かい日寒い日でした。今日はろ過記念公園に来ています。ちょうど桜が渋咲きぐらいかな。わ結構この公園は逗子市の子どもたちの憩いの場になってて、すごいみんな楽しそうに遊んでます。ワンちゃんもたくさんお散歩してて、なんかもうそれだけで春が来たって感じがします今日の曲の「暖かい日寒い日」という曲と暖かい日寒い日ということで、まあもう3月の下旬で今日も20度近くになって暖かいんですけど、まだ朝晩冷え込んだりとか急に寒い日があったりとかするんですけど、今日はこんな快晴で気持ちもいいので、外でせっかくなので逗子の春を撮ろうということでやってきました。桜とあと椿なんだろう。そうだね。やっぱり春はお花がたくさん咲いてて本当に気持ちがいい。もうこのもうみんなの遊んでる声とかもやっぱ春って明るくていいですよね。この2人とも拍手花粉症なんですけど鼻がね、そうかゆいのだけちょっとですが、私は春が一番好きです。花は夏が好きだけど、なんかだんだん暖かくなってく春ってやっぱいいですよね。日が長いのが好きだから曲の中にもレイがこうお花を持って出てきたんですけど、あれはマーガレットっていう可愛いうちのお花ちゃんですこの前逗子のお花屋さんで買ってベランダを彩ってくれてます。あとバーベナっていうお花もこんな感じでどんどん咲き出してて、春はお花に癒される季節かなと思ってます。ぜひ今年は近所の綺麗なお花を見つけながら春を楽しんでいきましょうということで、また次回の動画もお楽しみに。山田姉妹、歌はお任せ。バイバーイ。